詩編第5巻142編ダビデのマスキールダビデが洞窟にいた時に祈り声を上げて私は主に叫びます声を上げて私は主に憐れみをこいます私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し私の苦しみを見前に言い表します 私の霊が私のうちで衰え果てた時にもあなたは私の道をよく知っておられます。私が歩くその道に彼らは罠を仕掛けています。ご覧ください。私の右に目を注いでください。私には帰り見てくれる人がいません。私は逃げ場さえも失って私の命を気にかける人もいないのです。主よ。 私はあなたに叫びます。あなたこそ私の酒どころ。生ける者の,の地での私の受ける分。どうか私の叫びに耳を傾けてください。私はひどく貶められていますから。私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から助け出し、 私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい人たちは私の周りに集まるでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。